アレイントのベースのせいやです。音玉グランプリ2023、たくさんの投票ありがとうございました。じゃあ早速僕の推し機材は、エフェクターの、トロノグラフィックさんの、ラスティーボックスですね。こちらのお気に入りポイントが、この EQ が3つしかないところが、まあ、めちゃくちゃその直感的に素早く美味しいポイントが見つかるのが一番の、お気に入りポイントです。で、隣のインプットゲインですね。でこちらも上げれば上げるほど歪むんですけど、そのアンプで歪ましたようなもちっとしたような歪みが、表現されて、ラインでもですねめっちゃバゴーンとそのアンプで歪んだような歪みになるので、こちらもめちゃくちゃお気に入りです。そして、ブースト機能ですね。こちらも、音が上がりすぎず、ちょうどいい、あ、音量上がったなぐらいの感じで、ちょうどいいところに音量が上がるので、こちらもお気に入りです。ですね、こちら最近手に入れたんですが、ずっと前から欲しくて、最近やっと手に入れた最高なラスティボックスです。そして最後に、僕の今欲しい機材は、オリジンエフェクツさんの、カリ76です。最近、宅撮りで、録音する機会が増えて、コンプを探しておりまして、僕はあのプレイスタイルがですねこうビッグでこうピーキーなガンガンガンって弾くんで、まあ、ライン撮りだとですね、まあ、そちらが結構シビアにピークになっちゃうんですが、だから、コンプを探しておりまして、こちらの、オリジンエフェクツさんのカリ76はですねハイパスフィルターという、機能だったり、アタックとリリースが一緒になったりですね、僕が今欲しいなと思っている性能が、ついておりましたので、今一番欲しい機材となっております。サウンドハウスさんには、常日頃からお世話になっておりまして、まあ、もちろん機材もそうなんですが、まあ、消耗品の弦だったりピックも常日頃から買っててお世話になっております。以上、アレイントのベースのせいやでした。